しい企画できたか？え？だから企画だよ。何ぼーっとしてんだよ。うちみたいな弱小映像会社はとにかく新しいものいっぱい作っていかないとなんだよ。わかるだろう？はあ。若いんだから足を使え、足を。新しい情報、流行りなんかは置いてるか？いえ。最近は使われていない家なんかで肝試し的なことをするのが流行ってるらしいぞ。現地のこの家、ここなんか奇妙な家らしい。え、まさか自分が行くんですか？お前以外に誰が行くんだよ。カメラ忘れずに持っていけよ。いい映像撮れるまで帰ってくるんじゃねえぞ。
さっきの場所に？
どうしたの？なんてものを持ってきてるの？頭を切ってほしいですって？そんなの持ってくるな。出てこい。
Thank you.
que la cosa dice.
まやかしの世界に誘う歌声。水に浮かぶ日の眩しさに思い出した最初の記憶。時が過ぎて忘れた頃に人はそれを幻と呼ぶ。今に日の眩しさに思い出した最初の記憶。時が過ぎて忘れた頃に人はそれを幻と呼ぶ。今に悪い映像でしたね。あんまり大した映像じゃなかったな。これって誰が撮った映像なんですか？誰なんだろうな。会社に送られてきたんだよ。もしかして最近仕事休んでるあいつじゃないですか？ああ、そうかもな。あいつ成果出せって言ったのに、会社に送るんじゃなくて直接持ってこいってな。でも最後のってあいつって家の映像撮りに行ってから会社来てませんよね？いやいや、何言ってんだよ。あんなの誰かが編集したか何かに決まってるだろ。フェイクだよ、フェイク。やめろよな、そういうの。そうですよね。すみません、早く出社してほしいですね。では、ちょっとトイレに。おう、次の企画考えるから早く戻ってこいよ。